直接の所得課税でなくても、最終的にはこの経済の規模であるんですね、 GDP が大きくならなければ税金は取れないんですよ。ところが今の状況は何かというと、その元になっている GDP がどん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 小さくなっている。要するにこれは何かというと、物の値段がですね、どんどん消費が、小さくなってきているということだけではなくてですね、海外から次から次へとですね、安いものが入ってくることによって、この日本の国内でのですね、この雇用がなくなる。で、そのことによってまた消費が落ち込んでくるということなんですが、こういう状態で税金を上げてもですね、所得かける税率がですね、いわば税金ですから、もともとの母体になっている所得の方、国民所得の方を下げてしまうと、これはですね、税率いくらかけても大きくならないんですよね。これを例えて言いますと、要するに、例えば2000万円借金をしてですね、マンションを買ったとしましょう。で、そうすると住宅ローンで毎月30万ほど手取りがあるんで、10万ずつ返していけばですね、返せるなと。というので買ったんですよ。ところがその30万円の月給が今20万円になってきちゃったと。そうすると10万円の返済ってできなくなるんですよ。これはね。だから返していこうと思うと月給が絶対下がらない。また下がらないと思っているからマンション買うんですよ。これが下がると思ったら初めからマンション買いません。つまり消費が伸びない。それだけじゃなくて今現在買った人もですね、月給が下がってしまうと住宅ローンの返済できない、つまり財政再建ができないということなんです。で、いずれにいたしましてもね、この所得を落としてしまうと、これはもう消費も伸びないだけじゃなくて財政の再建もできないということは今の例えでお分かりになると思うんですね。で、そのことが日本がこの日本社会全体で起こっているわけですね。20年前に500兆円を超えていた GDP がですね、470兆円まで落ち込んでしまうと。で、まさに所得がどんどん下がってきてるんですよ。で、それに伴って税収も落ち込んできてるんです。だから落ち込んだから、じゃあ、これですね、どうするかというと、彼らが今やろうとするのは、まず無駄を減らしていくんですと。ということで、どん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 ですね、国の支出しなければならない、この行政経費もなくしていく。その一方で、本来しなければならないものをなくす一方で、彼らの思惑でですね、いわゆる、子ども手当やですね、そうしたいわゆる所得移転などはね、実際には増やしていったわけですよ。で、それは全部赤字国債でやってますから、結局は彼らの政権になって、この需要の方、雇用の方はどんどん落ち込んでいる。そしてその一方で赤字国債はどんどん増える。所得移転だけ増えるけれども、その分は所得移転であるんですから、本来今の我々の世代でお金を負担しなければならないのを、まさに孫子の代に借金の付け回しをすると。そういう仕組みをですね、間違った経済運営をこれ3年ずっとやってしまったんですから、経済悪くなって当然なんですね。そしてその結果、彼らはいよいよ無駄削減ではどうにもならないと。消費税上げますから、自民党さんも言ってたんだからやってくださいと、ね、ここまで切ればもういい加減にしろっていう話でしょう。ですからこれ冷静にですね、彼らの話をまともに聞いてる人自体が私は本当にいい人だなと思うんですよね。それどころか、こういうことになった原因の一つはですね、こういうことを我々自民党ずっと解説してきましたけれども、ちゃんと伝えてないんですよ、マスコミが。マスコミが一緒になって民主党の意見をですよ、これをそのままですね、喧伝をしてきたわけですよね。で、その結果国民が誤った判断をするということになったということで、二重に三重に問題があるんですけども、要するに今言ったように財政再建とデフレの話は、まずデフレを止めないと財政再建ができないと。で、このことを分かっていただきたい。そうすると我々が今すべきことはですね、まず議論する相手に、相手はもういないんだから、まず彼らを社会的にどっかにですね、隔離させてしまうと。泥棒で言えば牢屋に入りなさいですよ。そして解散総選挙して彼らを排除して、そして正しく選ばれた方々で今度もう一度ですね、その議論はしていきましょうと。で、しかしその前にしなければならないのは、まずデフレを止めることですよと、こういうことなんですね。ですからここをしっかりですね、分かっていただきますと、もう彼らと話してる場合じゃない。もう早く、一日も早くですね、解散すればいいんです。例えて言うならば、このですね、1月24日ですから、もう冒頭解散してくれてもいいんですよ。で、そして2月中に選挙やってしまえば十分ですね、予算組めます、できますよ。とりあえず暫定やって、もっぺんやってもいいんですから。しかし実際にはそうならないでしょうね。今常識的に考えると、野田さんはですね、とにかく予算を出してきますね。で、これはいいよかろうが悪かろうが、民主党がとりあえず衆議院で過半数あるんですから、
とりあえず通るんですよ。そして我々参議院の方でその問題っていくら指摘して否決をしましても、一月後には児童成立ということになります。しかし問題はその後の財源なんですね。財源は税法というものがそれぞれ通らなければなりません。それから、多くはですね、赤字国債ですから、建設国債の場合には政府の判断で出せるんですけれども、赤字国債は特例公債法という法律をですね、その都度改正し通さなければできない。つまり衆参の賛同がなければできないんですが、我々は当然彼らに賛同するつもりはありませんから、この時点でもうこの予算は通っても財源がないという状態になる。ですからここで我々はもうその段階で問責を出すと、こういうことなんですね。で、相談君どうなるかと。で、当然のことながら、問責もうあなた方と議論しませんとはっきり言うわけですからね。そうすると彼らは、まあ、解散しないんだったら、もう一度ですね、総辞職するということもありますが、まさかもうここから先ですね、どなたが民主党の、党首になろうともですね、組閣できるような状況じゃないでしょう。そうすると当然彼らは解散総選挙になる。で、その日がいつか、これ合理的に考えていきますと、今言いましたようにですね、まあ、4月の頭には問責を出してしまいますから、そうすると40日内に解散総選挙ということになりますね。で、その選挙の日が、40日以内ということになると4月5月ということになるんですが、4月5月の頭はですね、4月の終わりから5月の頭はゴールデンウィークですから、まあ、ゴールデンウィークの間に選挙するとですよ、これ非常に投票率自体が、下がってきますからね、まあ、これ普通はそういうとこ選択しませんね。そうすると、カレンダーをめくっていくと5月の6日が、日曜日、そして、その次が13日、そして次が20日ということになりますけれども、6日から13日ぐらいまで、それから4月の終わりぐらいの間はとりあえず普通は常識的にないと、となると最短は5月の20日の日曜日になってくるのかな、投票日がと、こういうことになってくるわけですね。しかしまあこれはいずれにいたしましてもね、これをするのは、解散総選挙をするのは野田さんですから、野田さんがどうなるかです。そして野田さんが今頭の中で考えているのはですね、要するにもうこの方々のね、本当に本質だと思うんですけれども、彼らはもともとこのマニフェストではこういうことはいらないと言っていたんですね、消費税はいらないと、マニフェストには書いていないことはやってはいけない、そこまで言っていたんですけれども、今はそんなことを言っていたこともですね、まあ、全く知らぬ存ぜと言いましょうか、今しかし正しいのは財政再建なんだと、でこのことをやらなきゃならないんだと、そして否決するなら否決してくれてもいいと、野党が否決したことをですね、国民に問うんだと、こういう言い方しますね。で、そして彼は自分の中でですね、本当にもうお酒に酔ってる状態になってるんですよ。つまり彼らが今政権取ってるね、理由ないんです。政権取れるその資格がないんですけれども、しかし彼らは自分たちにそれがあると思ってるから今政権取ってるんですが、その彼らが今持ってる正当な一番の理由何かといえば、最後はこのね、消費税増税というですね、本当はずっと今までから歴代内閣の中で言われていたことだけど誰もできなかったと、それを俺がここで問うんだと、でそのことによって信を問うというですね、まさに大英断、政治家としての、まあ、この矜持を示して やってるんだという姿に酔ってるんですよ。しかし私はバカ者と言いたい。それはあなた勝手に自分のいいところにだけ持っていってですね、物語作ってるけど、あなたがやっていたのはただの大根役者というか、ただのペテンじゃないかと。ね、もともと考えてみれば、ね、そのフィルムずっと逆さまで戻ってみればですよ、初めから全部デタラメ言っていたんだから、その姿を自分で見なさいと。自分の醜い姿を見ればですよ、そこで大見え切ってさあどうだと言ってる場合じゃないでしょと、腹を切って死になさいなんですよ。しかしそこまでの彼らは覚悟も何もない、あとはただ、まあ、彗星無視ですね、酔っているような、夢見てるような、生きてるのか死んでるのかわからない、ただひたすらデタラメ言ってですね、気持ちよくなってると、まあ、こういう状態だと思います。非常に見ていて私たちも気持ち悪いですよ。まさにこれが土壌内閣の本質なんでしょう。そして民主党政権の本質だというんです。一言で言えば全く分かっていないということです。よくこんな人に政権を預けたもんだなと思うんですね。ですから今年はもう徹底的にこのことはですね、私たちは追及していきます。そしてその後起きること、これは民主党政権の終わり、そしてその後じゃあどうなるのかと、これはですね、これからまだまだいろんな問題があります。そのことにつきましては
来週以降の超人大陸でお話をさせていただきたいと思います。まあ、いずれにいたしましても、本年1年もですね、非常に政治が大事なこの時期を迎えます。国民の皆さん方のまさに目覚めよう日本ということです、ですね、ご支援いただきますことをお願い申し上げまして、新年最初の超人大陸をお話しいただきます。ありがとうございました。